みえこさんとこんちゃんのトラトラトラトーク。ああ、噛み合ってませんね、まだね。じゃあもう一回。皆さんおはようございます。おはようございます。もう一回ないんです。これはリハーサルではなくて、はい、来年から始まる新番組トラトラトークの予告編ということでですね。なんと今日は2021年の大晦日でございますが、お忙しいみえこさんにご登場いただきました。はい、そもそもこのトラトラトークっていうのは何なんでしょうかね。来年はトラ年です。トラ年ですね。そのみえこさんの後ろにあるそれすごいトラですね。それでしょってそうなんです。今年はこれで、はい、もしかしてトラ年だったわけですね。そうですね。こんちゃんとみえこさんが後ろにいるトラで、来年私のトラはこれちょっとこの近くの大丸の前で売ってた絵を買ってきたんですけどね。1年ぐらいですね。2万5000円ぐらいでしたね。結構なお値段ですよね。まあ私普段からね、やっぱり虎見たらちょっとこうね、ドキドキっとしたりこうテンション上がるんですけど。ドキドキするんですか。いや、メイクさん、メイクさんは虎年のようであり、虎年のようには見えないところがあるんですけど。近藤さんと一回りしたなので。あ、これあれですよ、この番組中は美恵子さんとこんちゃんじゃないといけないんですよ。あ、わかりました。はい、これもフェイスブック流れておりますんでですね。こんちゃんと、はい、来年はそうですね。で、改めて、私たちブレインワークスが運営しておりますブレインナビオンというね、オンラインのこう情報配信のプラットフォームの中に、まあ、すでにいくつかね、番組があるんですね。高谷秀樹さん、アーティストの番組があったり、ウィリアム・リードさんという方が、まあ、書道の達人のね、番組があったりとか、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、今のところ来年1年ですね。寅年の私たちにとっては、なんと還暦であるという、この1年をですね、寅年のゲストをいろいろお招きしながら、美恵子さんが鋭くこう、質問を投げかけていくという。はい。で、私はひたすらフォローをさせていただくという役割でございます。こんちゃん、それずるいかも。はい。まあ、なのでね、今、寅年の方という方は、まあ、0歳、12歳、24歳。うん、上は72歳、84歳。うん、96歳とか、ずっとありますが、はい。もう全世代の方にご登場いただくと。まあ、さすがに0歳はね、難しいです。うんうん、まあ、だから12歳とか24歳の方ぜひ出ていただきたいですよね。はい、楽しみです。で、まあちょっと還暦の話は今日はやめておきましょうね。来年、うん、明日からですかね、還暦って。私たちは違うんですか、暦の上では。お誕生日来てからと、もしくは、節分の2月3日ですねの日に、はい、私たちこのあたりは美恵子さんが私の師匠ですので、誕生日か、はい、節分、はい、節分に神社の方で年、そうかそうか、はい、女年で厄年じゃなくて還暦ってこともあるので。ということは明日から還暦ですっていうのは間違えてるんですね。まあ、間違いではないと思います。自由だと思うので。雰囲気では明日から2022年になるから、うん、はい、まあ、還暦の年ですで正しいわけですね。そうですね。でも、こんちゃん、9月だから、9月からでしょ。じゃあ、それまではどういう状態なんですか。いや、いいと思いますよ。今年は還暦の年でいいと思いますけど。はい、そうしたら、9月30日にか誕生日になった還暦が、それから1年始まるってことですか。還暦のお祝いしますよね。昔でしたら赤いお帽子かぶって、ちゃんちゃんこ着て、赤いお座布の上に座って、お誕生日。まあでも、私みたいに普段から赤ばっかり身につけてる人間としては、還暦になったら逆張りでね、もう赤は使わないという方法もあるんですけど。そんなんですか。ますます赤く情熱的に燃えるのかなと。まあ、もしくはそのこう帽子スーツ全部赤くするとかね。それ面白い。面白いですか。ええ、私は実は前からこんなんいっぱいあるんですよ、寅さん。ああ、
そうだ、お琴の練習もしてましたもんね。でも、ちょっとタッカー先生に怒られるんですよ。長いこことちしてゃん、お正月に弾いて、春の海。る。え？無理春ですよ。の海。やってたじゃないですか。不可能ですよ。不可能なんだ。これはどこか覚えてます？これ。覚えてます。吉野川です。ねはい。え。こんなのがあったりとよか。かったですよね。吉野川も。はい。また行きたいので。ブレスタ東三好市にできたのです。来年は行きます。で、もう、あれですか、お正月の準備は終わられましたか？お料理関係は終わったので、はい。今日うん。から実家の方に行きたいと思います。じゃあ、お正月は、初詣をされて。いや、それどころじゃないんです。あ、そうなんですか？ね、某なんとかが。お仕事。おかげさまで、はい。来年はデビューできるように。いや、ちょっとお仕私。事って、お仕事振ってんの、こんちゃんじゃん、みたいな。まあ、それはそれでね。はい。楽しくやりまいごり飯ま食べす。るためには働かないもね、はい。働かざる者、食うべ食うかべらかず。らず。はい。ということで。まあ、ということで、来年1月からいろんなゲストをお呼びして、でですね、まあ、日本の方だけじゃなくて、ベトナムとか、いいでネすパね。ールとかね、いいですね。あとアフリカの人とか、まあ、お互い英語はできないので、まあ、片言英語同士では難片しいの言で、英語で、まあ、誰かはい。通訳入ってもらえながらね。そうですね。スタッフの方が入ってくだされば。そんなことでやっていきますので、はい。皆様よろしくお願いいたします。お願いいたします。では、良いお年を。良いお年を迎おえく迎えだくさいだませ。さい。はい。来年トラです。はい。はい。失礼しまじゃあす。失礼します。